お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ。ほとんど見ねえし。マジかよ。めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは、皆さん。タタラチャンネルへようこそ。早速ですが、今回の告発はこちら。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木、一年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今回も大手メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、死んだはずの超大物ヤクザ、実は生きていたです。まずはこの写真を見てほしいんだけど、この人は桐生一馬っていう知る人ぞ知る伝説のヤクザでした。羽室町で堂島の竜と呼ばれ、関東最大のヤクザ組織東条会の会長でもありました。そんな桐生さんですが、7年前に広島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。写っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。え、桐生さんですか？他に誰がいるってんだ？聞きました、相手の男が桐生さんって呼びましたよね。彼は間違いなく桐生一馬です。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、春日。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら、一緒にいるのが春日一番？なんで？どういうこと？というわけで、今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは青龍会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日、彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東条会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。
長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして。ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう。桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東城会の復活です。だからかつての東城会本部を買い取った我々に対し建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか。彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東城会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織東城会の会長堂島大吾、そしてこっちは同じ東城会で幹部だった真島五郎と冴島大我、いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって、ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東城会の元幹部らはこの小屋で一体
何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつら薬剤の復帰とか登場会の復活とか喋ってての。薬剤の復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは登場会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに。すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によると、ちいちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんすよ。そこで気になることが告げられてて。今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか。彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、元登場会本部か。行かねえ手はねえな。放送が始まった。こんにちは皆さん、たたらチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信。しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという、歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の国道組織清流会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習何言い出すつもりだ。では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。清流会の海老名と申します。同じく清流会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。登場会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら登場会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか。いえ、違います。確かに現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て
解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の二大極道組織である東条会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東条会幹部は組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を主導した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この三名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義はかすかに負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年事前事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、
まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。え？解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン？何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。はい、皆さんどうもこんにちは。あや、日本は今こんばんはかな。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん、このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。聞こえなかったのか。ネットで拡散しようが、こちらのバッグにはそれをもみ消すだけの力がある。確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さん、これ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのまんまで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに核のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。しかもあそこにいるのはほら、皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体、あれかな、あでしたっけ、あれの代表さんじゃないですか。ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか？沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では別の方からコメントいただきましょうか。何？もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ？よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。富士宮グループの会長を務めております。な、富士宮ってじいちゃんの？なんとなんと、富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません。ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね？はい、当グループ参加の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では富士宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば関係各所へしかるべき対応を行います。本件の重要な関係者として富士宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか？
おい、ちーちゃん。それは当然のことです。私自身も叱るべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか？無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。自爆みてえなもんじゃねえか。私も少しは役に立たなきゃね。日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。ちーちゃん。そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？うん、映ってるね。おい、ちーちゃん。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。タタラチャンネルは、私富士宮千歳は数年前から市場の方々を対象に事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして、皆さんと多大なご迷惑をおかけした方々にお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。ちーちゃん。ありがとうね。一番があの時家出しようって言ってくれたから、逃げてもいいんだって言ってくれたから、私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも自分のことからも。すげえな、じいちゃんは。でしょ。